皆さんこんばんは、上水幸でございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。コミュニケーションツール多すぎ問題ありますよね。最近はなんだろう、まあ、インスタグラムでも例えば通話ができるし、 X でも通話ができるし、 LINE でも通話ができるし、なんでしょう、全部通話できる、まあ、あんなビデオ通話もできるみたいな感じで全部コミュニケーションできちゃうよねっていう時に、何で連絡するんだろうみたいな問題がありますよね。結構使い分けるのが大変ですね。僕は1985年生まれなんですけども、まだ小学校ぐらいの時ってのは、家に直接行ってましたね。友達の家に行って、で、いないこととかもあるんですよね。で、いなかったらダメだったって感じで、普通に不在かもしれないのに家に行って、遊べるかどうかみたいなことやってましたね。コミュニケーションツールも何も直って感じでしたね。あとめんどくさいけど、たまに電話を、家電ですよね。家の電話、固定電話を使って友達の家にかけるっていうのもやってましたね。あれなんでかけてたんだろうね。記憶にある限りでは、ササヤンですね。同級生のササヤンっていうね、今21世紀の食いしん坊というポッドキャストを一緒にやってる幼馴染がいるんですけども、家が遠かったんで、歩いてね、30分か40分ぐらいかかるぐらいの距離感だったんで、確か電話をして約束していくみたいなことを、ササヤンの場合はやってた気がしますね。で、そのまま、中学校になってもですね、小学校、高学年ぐらいからね、ポケベルの時代来たんですけど、全然僕たちの地域では普及せず、全然その直接遊びに行くか家に電話かけるかみたいな感じで、基本的にアポイントを取るみたいな電話ぐらいしかしなかったですね。そんな長電話を家電ですることもなくですね、まあ直接約束して会いに行くとか、出たとこ勝負で会いに行くみたいなことやってました。で、中学校に入ってもポケベルからこう PHS に変わっていくんだけども、まあ、ほとんどの人は持ってなかったですね。一人か二人持ってるだけだったんで、あんまり持ってる意味がない。それなんか取り合えないんで、同級生同士で。なんで結局コミュニケーションツールみたいなものは発展せず、高校入学と同時に携帯電話を持つ人が多かったですね。僕もその中の一人で、高校から携帯を持ち始めました。で、高校に入ったらですね、まあ、その携帯でメールをしたり、あと、通話料金を払いたくないということで、みんなワン切りって言ってですね、ワンコールだけ通話鳴らして、着信履歴だけ残して切るっていうのをやってましたね。どっちが通話料金払うか、みたいなので、なんか、せこいことやってましたよね。あと、いたずらでワン切りしまくる、みたいな感じで、着信履歴残しまくるとかやってたけど、まあ、なんかそういう、与えられたおもちゃでみんな遊んでるって感じでしたね。そんな感じで、高校は携帯で、電話を、かけることはもなかったね。ほぼメールをしてました。そうこうしてたら高校卒業して、ミクシーが流行ったかな？一瞬。僕が21歳か22歳ぐらいの時だから、もう16、7年前ぐらいかな。ミクシーが流行って、そこでね、まあ今のちょっと SNS っぽい、なんかコミュニケーションが始まった。だから、あれだな、今の SNS っぽくないね。もうちょっとリアルと融合してて、ミクシー上で知り合うんだけど、全然リアルでも会うみたいな感じで、結構ミクシーから知り合うみたいなことがよくありましたね。で、そこから2010年代に入るにあたって、スマホの普及と同時にかな、SNS 黎明期ということで、Twitter とか Facebook とかが流行って、で、LINE が登場したり、Instagram が流行ったり、っていう感じでもうどんどんですね、コミュニケーションツールがどれなのかよくわかんなくなってきたと。
プライベートの連絡手段ってなると LINE が一強なのかなと思ったりしますけど、ちょっと仕事っぽい要素とか入ってくると途端にですね、 Twitter の DM とか Facebook のメッセンジャーとかね、あともちろんメールも入ってくるしって感じで、途端にツールが複雑化しますね。ほんで何ですかね、ビジネスでチームでねチャットするっていうところで Slack が入ってきたりとか、最近どうなってるか分かりませんけども、チャットワークが流行った時期もありましたね。そんな感じでとにかくいろんな会社のいろんなツールがあって、チャット文化がこうね広がっていく中で、もういろんなアプリでいろんな感じで連絡来るんで、もうやだなと思って、ここ1年ぐらいは強行突破で X で DM してくださいっていうのを最近やってますね。この番組の中でもね、なんか募集するときに X で DM くださいとかね言ったりしてるんですけども、やっぱりそれでもね、 X やってなくてその DM するために X のアカウント作りましたみたいな方がいらっしゃって、なんか強行突破するのもなんか申し訳ないなという感じに最近なってきました。でね、やっぱり LINE が主流かなと思ったんで、現象の LINE 公式アカウントを作りました。概要欄の方にですね、リンク貼っておきますんで、ぜひね、現象の LINE 公式アカウントを、友達登録していただけると嬉しいです。結構活動も増えてきたんで、毎月ね、月間スケジュールとかをご案内するとかはね、できたらいいかなと思いますし、突発でね、なんか募集するとか、なんかイベントがあるとかいうことも、なきにしもあらずなんで、そういう時にね、一斉配信みたいな感じで、タイムリーにご案内できるかなと思いますんで、問い合わせ窓口を、もう LINE に今度は一本化してみようかなと思ってます。X でご了承してましたけども、随時ですね、LINE 公式アカウントの方に移行してですね、今後は、現象のに関する問い合わせとか、やり取りに関しては、LINE の方でやっていこうかなと思ってます。気軽にね、ご質問とかメッセージとか、まあ、メッセージね、何でもないメッセージじゃないんだけども、感想のメッセージいただいてもちょっと、ありがとうございますぐらいしか言えないんですけども、まあ、質問とかね、申し込みとかね、そういったやつは、ぜひぜひ、まあ、お問い合わせって感じですかね。は、LINE 公式アカウントの方で気軽にメッセージいただけたらですね、僕から返信いたしますんで、ぜひぜひ、LINE 公式アカウント登録していただけると嬉しいです。本日は以上です。番組のご意見ご感想は、ハッシュタグ、現象をつけて、X でポストしていただくか、Spotify の Q&A よりコメントをいただけると嬉しいです。また、現象の活動を応援してくださる方は、番組をフォローして今後の配信もお聞きいただけると更新の励みになりますので、ぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。